止まった。止まったよ。おつみーたん、おつみーたん、ありがとうございます。なんかめっちゃさ、コメントがさ、めっちゃなんか、ココミンがアンズちゃんに戦没の言われた服、あ、見たかも、昨日。すごいね。ココミン。アンズ先輩もね、可愛いですね。いいなぁ。こんばんは。あ、なんかすごい、もうコメントがさ、すごい。オムレツは、オムレツも作るようになりたいですね。オムライスも作りたいです。次はオムレツかなぁ、どうだろう。みえちゃんからさっき、なんかなんだろう。おかえり、ありがとうございます。チョコのギフトありがとうございます。卵焼きを熱く高鳴るみーたんが見れました。そう、熱く語ってます。卵焼きクッキーありがとうございます。ギフト、おつみーたん、おつみーたん、みーちゃんただいま。今さっきチョコに入れたけど少し遅れた。ありがとうございます。ありがとう。みーたんなんだ出演待ってます。そう、頑張ります。ありがとうございます。今日もお疲れ様、ありがとうございます。お疲れ様です。あの、なんだっけ、制服の目公演のお話をしようかなと思います。まずゆあにゃんの生誕祭に出させていただきました。本当にあのすごい、なんかゆあにゃんのまずなんだっけ、その一言スピーチ、スピーチすごい、もうねめっちゃ感動しました。であとそのゆあにゃんの生誕祭に出ることができて本当にめっちゃ嬉しかったです。それでなんかたくさんそのユアニャンのペンライトがもうめっちゃね、もう、ま、全部赤ピンク紫に染まっててめっちゃ綺麗で感動しました。で皆さんサイリウム、そうなんだっけ、んユニットの時サイリウムとかコールありがとうございました。嬉しかったです。本当にありがとうございます。可愛い、ありがとうございます。とレインボースターありがとうございます。おつみーたん、おつみーたん、お母さんからの手紙ないとね、めっちゃ泣けた。ありがとうございます皆さん。忍者内容動画を拝見したけど19歳の初ラジオより落ち着いてましたね。素晴らしい、本当ですか、落ち着いてました。ありがとうございます。ありがとね。あのね、ちょっと見ず早く制服の目入り、しっかりスピーチ、そうすごかった。ゆあちゃん早く制服の目来てください、来てください、みんなに見てもらいたい。だってね、ちょっとこっちは違うんだけど。今日も仕事の16時の配信ありがとう。ありがとうございます。そっか、沖縄だったもんね。ありがとうございます。みゆちゃんのパフォーマンスはパラフルで好きです。ありがとうございます。嬉しい。じゃん、これね、あの、書いたんですよ。ちょっとこれだけなんですけど。これ、あのね、タブレットで写して、みゆの形でこれを書きました。どうですか。なんかミユっぽくないですか、これは。あのそう、写し絵とか写したから、そう。みゆちゃんこんばんは、こんばんは。なんかすごい、そうこれをねみんなに見てもらいたくて、ずっと前から。こんばんは、うまい、ありがとうございます。ありがとうございます。うまい、ありがとう。アーシャの、そうアーシャのやつだよ。こんばんは、こんばんは。うまいな、素晴らしい。ありがとうございます。ありがとう。おつみーたん、おつみーたん、ありがとうございます。たくさんありがとうございます。レインボースター、ありがとうございます。かわいいのギフト、ありがとうございます。次は3月の読解ね、楽しみです。待ってます。ありがとうございます。素敵、ありがとうございます。見えちゃうより足がこれ。本当ですか。でね、あのこれなんか SK の衣装にありそうだなと思って、これはなんかあったんだけど色がちょっと違って、これはなんかちょっと難しくてなんか色とか全部変えちゃったんですけど、可愛いよね。制服のめこう連続見、ありがとうございました。嬉しい、ありがとう。こんばんは、おつみたん、おつみたん。おつみたん、おつみたん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。素晴らしい、ありがとうございます。おつみーたん、おつみーたん、ありがとうございます。もはや衣装、衣装ほんありがとうございます。赤のペンライト、水、あ、ピンクのペンライト変わるんだね。
赤ピンク青白紫水色、ちょっと見づらいかもしれないですけどね。ヤッホーバブじゃなくてみーたん、今日に限って定期便特別配信同時、本当ですか、ありがとうございます。あゆちゃんになると可愛い服が着れるモチベ上がります。めっちゃもうね、もう衣装マジで可愛いマイペンライト、そう、あとね2本あるんですよ、3本あるけど。久しぶりの君は可愛いな、ありがとうございますね、久しぶりだ、ありがとうございます。みゆちゃんに沖縄シーサードアル、お、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう。ドアラね、みーも行きたかったんですよ、ありがとうございます、嬉しいな、ハートありがとうございます。おはみーたん、おはみーたん、ありがとうございます。お、制服の目公園ありがとうございました。サイリウム見えましたよ、ありがとね。制服の目公園のアンコール衣装がすごく似合ってると思った、足の裏が、お、ありがとうございます、嬉しい、本当ですか、ありがとうね。おつみーたん、おつみーたん、すごい光ってる、なんかずっと、え、なんか止まらないんですけど、あ、止まった。おつみーたん、ありがとうございます。あんずちゃんがみゆちゃんは原石を見つけたと言ってみて、もうめっちゃ嬉しい、本当にあんずさんありがとうございます。そう、あんずさんのダンス目指して頑張ります。今仕事終わりました、お疲れ様です、ありがとうございます。いつもみゆちゃん先日の制服の目ありがとうね、サイリウム振りませんでしたか、振り、そうですよね、ありがとうございました、もういつもありがとうございます。チョコのギスタありがとうございます。ハートメガホンはいつでもスタンバイしてるんだ、あ、そうなんですか、ありがとうございます。加入前はエスキンライブに行ったことがなかったんですけど、あのいつもあのなんだっけ、酒井行った時に SK 劇場の前に行くんです、行ったことがあるんですけど、その時いつも閉まってて、あー閉まってるかと思ってながら、なんか絶対インスピレーションとかの31枚目シングルの時とかのあのなんだっけポスターが貼ってあるのをいつも見て残念に帰るっていうのがいつもそうでした。オオカミとペライド2人の息が合ってると褒められたみたい、ありがとうございます、嬉しいです、ありがとう。さくらさんとまたできて嬉しかったです。マリンさんにバレンタインチョコレート渡したいですね、渡したいな。アンズさんのダンス目指しますってところもアンズさん、本当ですか、めっちゃキレキレでさ、もう本当にねかっこいいんですよ、アンズさんのダンス。チョコのギフトありがとうございます。こんばんは、こんばんは、おはみーたん、おはみーたん、ありがとうございます。おはみーたん、ありがとうございます。今日は40分までの配信で少しちょっと短いかもしれないけど、じゃん、自分自分と自分です。また見に行きたいけどなかなか当たらない公演でも、ありがとうございました、また見に来てくださいね。クッキーありがとうございます。劇場大体閉まってるからエントランスだけでも開放すればいいと、あ、本当ですか。みーもさめっちゃね入りたかったなってめっちゃ思った。みーたん推しありがとうございます。公演受付始まるの劇場、あ、そっか、そうだよね、狼とプライド可愛すぎる、握手会かもしれない、お、ありがとうございます、待ってます、ありがとうございます。サイン会届くの楽しみ、楽しみ、ありがとうございます、楽しみにしててください。前髪めっちゃ綺麗、そう前髪綺麗、今綺麗なんだよね、学校から帰ってきてから全然ね、もう櫛で解いたぐらい、自分めっちゃ可愛い、本当ですか、ありがとうございます。これです、これとこれです、これめっちゃ嬉しい、自分だけど。こんばんは、おつみーたんありがとうございます。星のギフトでありがとうございます。この前のサイン入り生写真が届くのでらとね、もう楽しみにしててくださいね、星ありがとうございます。お歌できる、お歌歌いたいよね、ギフトありがとうございます。みゆちゃんに早く会いたいよ、3月5月6月の幕張、よろしくお願いします、ありがとうございます、楽しみにしてますね。
ユアニャと色違い一本違いだから意外に本当ですか、ありがとうございます。確かにユアニャと一個違いだよね、ペンライト。12期生だ、みゆちゃんがいいと言ってくる桜部の知り合いが土曜日に見に行く、お嬉しい、ありがとうございます。やったね、中学校ももうすぐ卒業、そう本当にもうすぐ卒業なんですよ、もう本当に早くてもうびっくり。クッキーのギフトありがとうございます。みゆちゃんが昇格して髪型がチェンジできる日が、そう楽しみにしてください。お見送り気づいてくれてありがとう、ありがとうございました、ありがとうね。ハミータン、ハミータン色紙欲しかった、本当でも A 賞だよね、可愛いよね、なんかさこういうのがね嬉しい。星とクッキーのギフトありがとうございます。ココアちゃん、セータさん、みゆちゃん出演しないけど次の制服のめくらは してほしいな、出演したい、もう絶対に出演したいです。オオカミとプライド見てたらニードセイカさんがアンダーで入った、あ本当ですか、思い出す、確かにミーターもはた、まあ、タヌッピーと見間違えせない、本当ですか、タヌッピーとタヌッピーサツキチだよね、タヌッピーでは。じゃあ歌いますね、なんか HKT48 さんのお願いバレンティーヌを歌おうかなとか思ったんですけど、サビしか歌えないなと思ってタイミング合わせにくくて、こう、あ、そうですよね、握手かな、じゃあ楽しみにしてます、握手会ね。ユニットは狼以外何が、私は狼とプライドはもう絶対に出たくて、もう出たいんだけど、それ以外だったら女の子の第6巻に出てみたいんですよ。こんばんは、こんばんは、どうしよう、でもちゃんとお願いバレンティーヌは練習して歌います。だから前も歌ったことあるんですけど、あるかな、あでもあるよね、今日はこれ歌います。ありがとうございます。好きなのに私にまるで興味ない、何度目かの失恋の準備、 Yeah, 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 周りを見れば大勢の可愛い子たちがいるんだもん、地味な花は気づいてくれない、 Yeah, yeah, yeahCome on, come on, come on, baby 占ってよ、恋するフォーチュンクッキー、未来はそんな悪くないよ、 Hey, hey, hey 月を呼ぶには笑顔を見せること、ハートのフォーチュンクッキー、運勢今日よりも良くしよう、 Hey, hey, heyリアクションは想像つ
つくから、イエイエイエイ、性格いい子がいいなんて男の子もルックスがアドバンテージ、いつだって人気投票1位になる、プリーズプリーズプリーズオーベイビー、私も見て恋するフォーチュンクッキー、そのガラスさ壊してみよう、 Hey Hey Hey、 先の展開神様も知らない、涙のフォーチュンクッキー、そんなにネガティブにならずに、 Hey Hey Hey、Come on, come on, come on, baby、 占ってよ恋するフォーチュンクッキー、未来はそんな悪くないよ、 Hey, hey, hey、 月を呼ぶには笑顔を見せること、ハートのフォーチュンクッキー、運勢今日よりも良くしよう、ありがとうございます。声がちょっとなんか低かった今日。こんばんは、ありがとうございます、たくさんギフトありがとうございます、パチパチありがとう、音符のギフトありがとうございます、だるまのギフトありがとうございます、クッキーもありがとうございます、イエイありがとうございます、ナイス歌声今日も好きありがとうございます、パチパチのギフトもたくさんありがとうございます、素敵な歌をありがとうございました、ありがとうございます、ありがとうね、おすみーたん、おすみーたん、みーたんの歌声好きでありがとうございます、ありがとう、パチパチたくさんありがとうございます、やったー、総選挙ですね、福岡でしたっけ、クッキーありがとうございます、今日の夜ご飯は何だと思いますか、何だと思いますか、めっちゃみーの好きなご飯なんですよ、なんだと思います、歌声最高ありがとうございます、ありがとうね、ありがとうございます、酢豚、酢豚じゃないんですよ、すき焼き違うな、天ぷら違うな、ハンバーグも違います、ハンバーグ違います、オムライスも違う、全部好きだけど違う、全部好きだけど違うんですよ、止まんないこれ、焼肉、焼肉でもない、カレー、カレーでもない、でも好き、おつみーたん、おつみーたんありがとうございます、タルタルチキン、あでも惜しい、惜しい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 、鍋、鍋も食べたいけど違います、なんだと思います、グラタン、グラタンじゃない、グラタンじゃない、好きだけど、ヒントはタルタルチキンに似てます、ハートありがとうございます、たくさんありがとう、そう、何だと思いますか、皆さん当ててください、エビフライ、エビフライも食べたいけど違う、チキン南蛮めっちゃ美味しい、めっちゃ惜しいです、でも食べたい、これなんだっけ、油淋鶏違います、違う、チキン南蛮違う、惜しい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 、パリパリチキン違う、惜しいです、惜しい惜しい、だいぶ、でもだいぶ近いです、ヤンニョムチキン違います、おつみやビーム、おつみやビーム、おつみーたんありがとうございます、
とんかつ違うな、手羽先違うな、唐揚げです。そう、唐揚げなんですよ。なんかギフトありがとうございます。これなんて書いてあるの、三徳焼き、チキンカツ、違います、唐揚げでしたイエーイ、やったー、楽しみです。皆さん分かりましたか、めっちゃ王道だった。そう王道ですけど唐揚げです。楽しみ、明日は赤から鍋が食べたい。難易度高、あ本当ですか、難易度高かった、当たった、いったい、おめでとう何の唐揚げ、普通のね唐揚げ、普通の、もう普通の唐揚げ、普通にやった、普通に唐揚げです、定番の唐揚げ。そう、唐揚げに納豆って合うと思う、え合うのかな、えでもさ合わない気もするけど、分かんないよね、分かんないよね。唐揚げはご飯が進む、そうご飯が進みます。唐揚げはニンニクあり、分かんない、ありなのかな、どうだろう。鶏肉の唐揚げ、そう鶏肉の唐揚げです。皆さんは何食べるんですか、普通の唐揚げをみゆはめっちゃ食べます。今日はお腹空いてるので。ヤンニョムチキンも唐揚げやん、違うか、違う、ヤンニョムチキンはなんかちょっと辛いやつですね。なんか赤から鍋を食べたい、お母さんが作るの、そうお母さんがもう作ってます、美味しいよ。鶏魚いろいろ唐揚げは、あそっか、あそっか、そういうこと、ね、あの鶏肉の唐揚げです。自分の夕食を変えてしまった酢豚、あそうなの、酢豚いいね。唐揚げに納豆はもう一人のみゆさん、あそうなんですか、そうなんだ、中坂みゆさん、そうなんだね、いかにも中学生の好きな、そうそうなんですよ。おはみーたん、おはみーたんありがとうございます。では壇上読みます。壇上ノートがね、待って、唐揚げ何個食べるの、唐揚げはもう10個は食べたい、食べれないかな。唐揚げ以外はもう一品何か、もうなんか唐揚げが好きすぎて唐揚げって聞いたけど、でもそれ以外多分あると思う、いつもあるから。いきます、まず13位の方、赤色のロボットさん、ありがとうございます。12位の方、優しそうな女の子いつも来てくれてありがとうございます、いつもみんなありがとう。11位の方、黒色の T シャツを着ている男の子、ありがとうございます。10位の方、大阪のおばちゃん、ありがとうございます。9位の方、ボクシングをしていそうな羊さん、ありがとうございます。8位の方、ハートを持っているクマさん、ありがとうございます。7位の方、ハートを持っている天使のようなウサギさん、ありがとうございます。6位の方と、ハンギョドンの帽子をかぶっている男の子、ありがとうございます。5位の方、枝豆のベーってしてる枝豆、ありがとうございます。4位の方、野球をしていそうな男の子、ありがとうございます。3位の方、鉢巻きをしたネズミさん、ありがとうございます。2位の方と、なんだろうな、いつもとスマホを持っているラッコさん、ありがとうございます。1位の方、ゴリラさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。では皆さん、今日もたくさんのコメントとショールームありがとうございました。本当にもうすごい元気が出ました、ありがとうございました。では皆さん、明日からも風に気をつけて過ごしましょう。ありがとうございました、お疲れ様です、バイバーイ。